お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、久しぶりのどんぶりものでございまして、鶏をね、焼いたのにね、このネギをね、乗っけてね、どんぶりものしてみました。どんぶりものはね、洗い物が少なくてね、済むのでね、今日はね、久しぶりのね、どんぶりものしてみました。でね、冷蔵庫を整理したいのでね、今日もね、どんぶりものでございます。だいたいね、冷蔵庫を整理してるなと思ってる時はね、だいたいどんぶりものかね、ラーメンだと思いますのでね、それで考えてください。で、こちらですね、右左側の方は、わかめをね、たっぷり入れたスープでございますね。私久しぶりにわかめ好きなんでね、ちょっと入れてみました。ね、わかめもそれほどね、高いね、ものじゃないのでね、乾燥ものであればね、生ものはね、高いですけどね、乾燥ものであればね、そうでもないのでね、ぜひね、これね、スープに入れてみてください。スープにね、入れてみてください。ごめんなさい、噛んでしまいました。ね。とてもね、うまいですからね。こんな少ない量でこんなに増えるんですからね。ね。腹がね、膨れると思います。で、お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。で、来週ですね。15日は、レトルトカレーとかね、カップラーメンはしばらくちょっと、一旦はね、お休みして、2月の17日か10、ごめんなさい、17、ごめん、ごめんなさい、17日か18日ですね、に、あげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、15日はね、まあ、できればね、プロ野球カードをね、ちょっとね、上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。途中ちょっと噛んでしまいまして、申し訳ございません。ちょっとね、考えながらね、喋っておりますのでね、ご了承ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。